100万円の時は0円とか波があって、どうやったら安定するんだろう。1ヶ月目に103万円、1ヶ月目に205万円、3ヶ月目に152万円。なんか起業家として一歩ステージが上がれたな。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今回はですね、オンライン講座ビジネスで入学90日で460万円売り上げを上げられた受講生の杉山さんと一緒にインスタ攻略の秘訣について実績者の声取っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前は杉山あさみさん。今の活動内容を教えていただけますでしょうか。あげ妻メソッドっていうことで、パートナーシップのコンサルタントと講座を開講しているのと、ママ向けに企業サポートの講座も主催しております。夫婦カウンセリング、パートナーシップとビジネス講座を両軸でね、同時にされていらっしゃるということで、両方ともメインはインスタで集客されているっていう感じですかね。はい、そうです。今回あさみさんですね、2回目の実績者の、ね、お声登壇ということで、前回入学14日で32万円の売り上げっていうね方って YouTube の、ね、概要欄にも載ってると思うんですけども、改めてにはなるんですが、ご入学の決め手っていうところを再度教えていただけますでしょうか。たくさんいろんな方がいるんですけど、その中でもこの SNS 集客学科はいろんなことが学べるなっていうのがまず第一印象としてあったのと、1から10まで起業するなら必要なことが細かく学べるなっていうパッケージの感じと、たくさんアカウントを作って継承している再現性のところが信頼できるなと思って、自分も生徒さんに教えていくならこういうところで学びたいなと思って入りました。はい、ありがとうございます。入学前と後の変化ってところもね、伺っていきたいと思うんですが、入学前の状況っていうのはこういうことで困っていたみたいなのってありますか。入学前は最高月収100万円は超えてたりしてたんですけれども、それを続けて出すことができなくて、100万円の時は0円とか波があって、どうやったら安定するんだろうっていうところが分からなかったです。ご入学いただいてから直近の売上、もし差し支えなければ1ヶ月目2ヶ月目3ヶ月目っていう形でどういう推移で売上上がるんですか。1ヶ月目に103万円、1ヶ月目に205万円、3ヶ月目に152万円ということで、安定して月商7桁を稼げているなっていう感じがします。すごいですね。1ヶ月目103万、そして205万、150万っていう形で来ているということで、トータルで約460万ぐらいの売上が上がっているということなんですけども、売上はね、これだけ安定できた秘訣とか、杉山さんがインスタで意識しているポイントとかを具体的にね、聞いていけたらと思うんですが、こちらですね。あさみさんのインスタグラムのアカウントになります。今フォロワーは991人で、緑色の枠縁中は白抜きにしていただいて、見やすい形でね、投稿を作られていて、この緑色のですね、投稿がうちに入学前のデザインで、そこから入学後こういう風にした方が見やすいですよってところで書いていただいたと思うんですが、月7桁を3ヶ月以上安定して上げられるようになった一番の決め手というか、成功の要因ってどのあたりだと杉山さんお考えでしょうか。することが大切だなっていうのは思ってまして、濃いファンにするっていうところで、インスタライブを1日から3日ぐらい残したら消すようにしてるので、残ってないんですけれど、告知をしてインスタライブをして、その中は講義ぐらいめちゃくちゃ内容の濃いものをお伝えしつつ、リアル参加してくれた方には特典も用意して濃いファンを作っていったっていうところと、公式 LINE とかでもインスタライブこれとこれとこれ案考えてるけどどれがいいとかってアンケートを取ったりして、ストーリーでもアンケート取る時もあれば、公式 LINE で取る時もあればって感じで、ファンとの交流を格段に増やしたっていうのはありますね。今の時代ってフォロワーをたくさん増やそうとか、リストをたくさん増やそうっていう考え方の人もいると思うんですけど、どれだけフォロワーたくさんいても見込みの濃いファンがいなかったら売り上げ上がらないよってことになってしまうので、逆に言うと杉山さんの場合って990フォロワーでも460万という売り上げがね、3ヶ月で上がってるということなので、そこはしっかりとファン化にね、成功されていらっしゃるかなと思うんですが、インスタライブの頻度とかってどんな感じでされてますか。インスタライブの頻度は大体週に1回ぐらい、1時間から長いと1時間半ぐらいになっちゃう時もあるんですけれど、皆さんコメントをたくさんしてくださるので、うん、コメントでのコミュニケーションっていうところを意識されながらですね、これちょっと奥義の話になっちゃうと思うんですけど、ライブの最後でさっき特典をねご用意されてるっておっしゃってたと思うんですけど、どういう感じでライブの最後に誘導につなげてらっしゃる感じでしょうか。パートナーシップのコンサルと、あとママ向けの起業の講座とコンサルトっていうことでちょっと2個あるので、うん、その時に合わせて、パートナーシップの時は例えばお茶会とか個別相談に結びつけるし、起業の時は方向性の相談会だったり、秘密のテンプレのLINE プレゼントあげるよみたいな感じで合言葉みたいなのを送っていただいて送ったりとかしてます。あ、いいですね。杉山さんすごいところって、今あげ妻メソッドっていうコンセプトでパートナーシップの講座とビジ
ジネス講座もね、このビジネス講座は後からすごい需要があるって気づいてこっちもね今販売されてると思うんですけど、次からねビジネス講座また別アカウントもね作られるということなので、この動画上がる頃にはそちらも概要欄の方にね貼っておきますので、ぜひチェックしてみていただけたらと思うんですが、ターゲットの方が望むような内容に合わせてね特典を用意していくとか、柔軟にね誘導の内容を変えていくっていうのは外部でもね重要になってくるかなと思いますね。あとは LINE 公式アカウントにインスタかリストを取っていくときに、特にやっぱ杉山さんが意識していることとかあれば教えていただけたらと思うんですが、プロフィールで何をしていてこれに登録するとどういったメリットがあるのかっていうのを分かりやすくしておくっていうところと、10回行ってやっと1人ぐらいに届くとか2人ぐらいに届くぐらいの感じだなと思うので、自分の中では結構言ったなと思っても知りませんでしたっていう声を結構お聞きするので、 LINE やってたんですねみたいな、あ、そうそう、いや貼ってあるけどなって思うんですけど、はいはい、気づいてないんだなって思うので、ストーリーでもやるし、インスタライブの中でもお伝えするし、露出を増やしていくっていうのも気をつけました。杉山さん今すごいことをおっしゃってくださったんですけど、これ皆さん盲点で、プロフィールに URL 貼ってあって一応プレゼンタイトルもつけてるからみんなこれ受け取ってくれるでしょって発信者だと思いがちなんですけど、みんなそこまで見てなかったりとか、ストーリーズでね LINE 募集してたとしても告知スルーしちゃってたりとか、気づいてないとか、マーケティングって言うと 3.5 回の法則って言って、人はその情報を3回目に触れた時に初めてアクションしてくれるっていう法則があったりするので、一発目でねなかなか興味持ってもらえなくても、ある意味の接触回数、言い換えるとしつこさっていうのはすごい重要ですよということですね。杉山さんの講座の販売動線っていうのはどういう形で今販売をされていらっしゃるんでしょうか。個別相談かズームセミナーみたいな形でやっているのかでいうと、セミナーをして最後に個別相談会につなげて、そこからクロージングっていう方法と、お金持ちスイッチ体験セッションっていうなんか名物みたいになっているのがありまして、あなたの金脈探すよみたいな、そういう体験セッションに募集すると毎回バーッと入るので、そこからクロージングにっていう感じで、この2通りですね今は。これも皆さんねすごい勉強になると思うんですけど、ズームセミナーとか普通だったら個別相談しかやらないって方いらっしゃると思うんですけど、ちょっと切り口変えてね体験ワークセッションとか、うちとか昔やってたのはワンデーのズーム勉強会以外にも3日間のチャレンジローンチみたいな形でやったりとか、ズームセミナーじゃなくてズーム勉強会っていうワード変えるだけでもねお客さん集まったりとかっていうこともあったりするので、この辺の切り口をやっぱくるくる変えていくっていうのもねすごい重要かなと思いますね。最後ですね、改めてにはなるんですけども、入学してみて良かったこととか、あと入学した後の心理面的な変化とかもねもしあればしていていただけたらと思うんですが、今入学して3ヶ月とかなんですけど、はい、未だに勉強が追いつかないぐらいたくさんのコンテンツがあって本当にすごいなって思っていて、これ全部学んだらもうしばらくいけるんじゃねえぐらいの圧倒的なギブの量にまずは感動していて、心境面での変化が一番大きかったなと思っていて、なんか起業家として一歩ステージが上がれたなっていうのは思っていまして、まぐれで当たる人っていうところから再現性を持って人も育てていける人っていうところに自分のフェーズが上がったかなっていうふうには感じています。杉山さんもね今後スタッフさんだったりとか講師を育成していきたいっていうねビジョンもあると思いますし、コンテンツ量がね多いっていうところに関して言うと、うちのスクールってインスタと LINE だけじゃなくて TikTok とか YouTube だったりとかセールスだったりとかですね、セミナー攻略とかそういったあたりも全部包括的にねパブリックスピーキングとかも学べるような形になっているので、だからこそずっと基本的に何回も何回もね、僕的には最低4回はねコンテンツ全部復習してほしいっていうふうにねお伝えしてるんですけども、長期的な目線で見た時にねっていう形でやってますね。最後にこの動画見てくださってる方で SNS これから始めていきたいけどもちょっと不安だったりとか一歩踏み出したいけど行動がちょっと止まってしまうという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方々に向けても杉山さんからも何か一言メッセージとか応援のお言葉があればねいただけたらなと思うんですが、やってみて分かることってたくさんあると思っていて、はい、特に集団の中に入ってその流れの中で自分のペースで走っていくっていうのってすごく貴重な経験だなと思っていまして、自分一人でやってると止まってしまったりとか分からないっていうところで終わってしまったりするんですけど、本当に些細な質問でも全部丁寧にいろんなサポートラインだったりとか講義の中でだったりとか拾って答えてくださるので止まることがないというか、普通に走るか乗り物に乗ってるかぐらい違うと思うので、迷ってたら一人じゃなくてまずはどこかにって言ったらあれですけど入ってやってみるっていうのがすごく大きな一歩になるのかなって思います。
ありがとうございます。本当にね、インスタグラムとかね、 LINE とか何か一つね、行動とか変化を起こしていただくっていうのもね、すごい大切になるので、今回の動画もすごいね、気づきとかになれたら嬉しいなと思いますし、また今回ね、動画の概要欄の方にもですね、杉山さんの新しいビジネス講座本ね、インスタグラムの URL とあと LINE 公式アカウントをリンクも貼っております。こちらの LINE にね、登録いただくと、杉山さんのですね、 LINE の配信もめちゃめちゃ上手ですので、そういう観点からも勉強になりますし、あとはそのビジネス講座っていうところとかですね、特典のプレゼントとかもね、ついておりますので、ぜひ、ね、そちらも全員登録してですね、受け取ってみていただけたらと思います。杉山さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した、月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめた、こちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。1つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね、参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り、自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。